サインに行くソンジェは、キューブエンターテインメント所属の韓国の男性歌手、俳優。アイドルグループビートビーのボーカルであり、またビートビー内で結成されたビートビーブルーのメンバー。現在の事務所、キューブエンターテインメントに所属する前に、JYP 第6回オーディションに参加していた。しかし、髪型がダメだと落とされてしまう。2010年8月10日、2010キューブスターズパーティー。 に参加。2011年3月6日、ビートビーメンバーのウンガン、ヒョンシク、イルフンと、2011キューブスターズパーティーにも参加。またデビュー前でありながら、SBSMTV、ザショー、オールニュー K ポップの MC を、民曲と共に担当した。2012年から2014年、ビートビーとして、デビュー2012年3月21日。 キューブエンターテイメントからビートビーの最年少メンバー、サブボーカルとしてデビュー。2013年、テレビドラマ、モンスター、私だけのラブスターで俳優デビュー。ビートビーメンバーの民曲、さらには規約の一環として、チャンソプとヒョンシクも出演。テレビドラマ、マニン・ブラックのメンバーであるアーノルドを務め、2、6、9、12話の計4話に出演した。また、 ビートビーの民曲、チャンソク、ヒョンシク、ビーストのヨンジュンヒョンと共に、OST パート1、Days Go On By、OST パート2、After Time Passes、OST パート7、ファーストラブを担当した。同年、テレビドラマ、相続者たち第4話に、本人役として、亀を出演。2014年1月20日のユクソン時2014年、テレビドラマ、 応答制予選9 9 4にナジュンの弟である、すくすくとして出演。同年、初主演ドラマ、ナインジンクスボーイズ旧役少年で19歳の柔道選手を演じ、練習生時代からグループ同士で信仰の深いエ p ピンクのパクチョロンと共演した。日本では、2014年11月に、ワ、wow、オで CD デビュー。2015年から2017年、 演技と人気の高まり2017年、ケーブルテレビアワード2015年、キムソヒョンとナムジュヒョクと共に、2016年版、学校シリーズ、恋する、ジェネレーションに出演した。また、パクヘスト OST、ラブソングをリリース。その後、SBS のホラーミステリードラマ、アチアラの秘密でムングニョンと共演。同作における演技で、ニュースター賞を受賞した。また、恋する、 ジェネレーションでは、KBS 演技大賞で、キム・ソヒョンと共に、ベストカップル賞を受賞した。また、同年、音楽番組、SBS 人気歌謡でジャクソンと女優のキム・ユ・ジョンと共に司会を務めた。さらに同年、リアリティ番組、私たち結婚しましたの、第4シーズンで、ジョイと仮想夫婦となり、ピューカップルとして親しまれた。というタイトルのデュエット曲もリリース。 同曲は、ビートビーのヒョンシクがプロデュースに参加し、自身も作詞等に参加した。2015MBC エンターテインメントアワードで、ベスト男性ルーキー賞を獲得するとともに、ジョイと並んで、ベストカップル賞を受賞した。同番組は2016年5月7日に降板した。それらの人気により、モバイルアプリケーション、キャッシュスライド、アウトドアブランド、ブラック役、アクセサリー、ハジー、 オンラインストア、G マーケットの4つのブランドと契約を交わした。2016年9月には、ビートビーのボーカルラインで結成されたユニットグループ、ビートビーブルーとしても活動した。また、清掃学堂の広報大使に任命。同年から翌年にかけて放送され高視聴率を獲得し話題となった TVN で放送されたドラマ、トっけ君がくれた愛しい日々に、 主人公の追い役として出演。この作品により、2017ケーブル放送大賞で、ライジングスター賞を受賞し、2017コリアドラマ、アワーズでは、新人賞と今年のスター賞を受賞し、演技ドルとしての肩書きができた。また、インドネシアのスマトラ島で撮影された、リアリティドキュメンタリー番組、ジャングルの法則にも参加した。 2017年8月に自作曲、パラダイスも収録されている、ソロシングル、ピースオブビートビーボリューム6をリリース。同年12月、SBS の新バラエティ番組、イスンギのチップサブイルチェッショーに、弟子入りにレギュラーメンバーとして出演開始。12月29日、所属事務所である、キューブエンターテインメントから、背中の怪我を追い病院で治療を受けていることが、公表される。 2017 b 2 0 1 7 b to b タイム、アワーコンセールのコンサート中に、腰椎椎間板ヘルニアの症状が悪化したと報告されている。翌年1月5日、イスンギのチップサブイルチェ市長に、弟子入りの記者会見に出席。ヘルニアの怪我から回復志向の場に現れたのは、これが初めてだった。2週間の休息の後、徐々に活動を再開した。2018年から2020年、 平役前のソロ活動2018年4月7日2018年に初の個人ファンミーティングが2月11日に台湾、5月19日に香港、7月13日にフィリピンで開催された。また同年、ビートビーとしてカンボンド観光広報大使に任命された。私たち結婚しましたで仮想夫婦をしていたジョイと共に、 フィッツ・スーパー・クリアのイメージキャラクターに選ばれる。2019年12月9日にファン・ジョン・ウムと共に3学部屋台に出演することが決定したと発表される。本作は JTBC の初の水木ドラマで放送されることとなった。2019年12月19日、ソロ音楽活動プロジェクト 3X2 イコール6を発表。 2019年12月から3ヶ月間、月々2曲を様々なオンライン音楽サイトでリリースするというものであり、3つのテーマで構成されていた。プロジェクトは2019年12月26日に始まり、最初のシングル、ユクとフロンウィンターが 3X2 イコール6パート1としてリリース。ユクには作詞作曲で参加した。 プロジェクトは2020年2月6日のパート3発売をもって終了し、イルフンとの最初のコラボレーション曲、HMHN と 2018B2B タイム、B3S コンサートでプニエルと披露したヒプノタイズドをリリースした。2020年3月3日、3X2 イコール6で発表した6曲とタイトル曲、Come with the w i n d を収録したファーストソロアルバム。 よくオクロックを発売。また、同月、2017年により、レギュラー出演していた SBS、イスンギのチップサブイルチェ師匠に、弟子入りを交番2020年、自身の誕生日の翌日である5月3日に、インスタグラムで入隊を発表。5月11日に、中世南道論産ンン市にある、陸軍訓練所に入所し、基礎訓練終了後は、 国防部の軍学隊に配置された。胴体には、専任として、チャンソプと、キーが含むしていた。入隊後の5月、主演を演じたウェブトゥーンを元にした、JTBC ドラマ、サンガプ屋台が放送開始。2020年8月15日軍人として、第75回幸福節形縮式に出席した。また、兵務長のツイッター。 誇らしい軍チャレンジに国防部勤務支援団に誠実に含むしている孫ェ一等兵が参加していることを発表した。国防部の公式 YouTube にて映像が配信された。10月19日にはインスタグラムに休暇中の様子を投稿した。2021年3月12日に陸軍人事司令部 TV の公式 YouTube にて同じ事務所に所属する人保と共にインタビューを受け。 インタビュー後に、白髭クジラを熱唱する動画が公開された。5月7日には、リッキーとのデュエット映像が、韓国の国立ソウル秋田大院、2021年春の、非対面定期音楽会で公開された。6月6日に、第66回、秋田ラビ、追悼式で、国防広報員アナウンサーのチョンドンミショウサと共に、司会を務めた。7月に、舞台の兵長になった。 また、同月27日に、朝鮮戦争の休戦協定から68周年を迎えたことを記念するため、陸軍人事司令部 TV の公式 YouTube に、We Go Together という楽曲のミュージックビデオが公開された。韓国軍と米軍の軍楽隊がコラボレーションして制作された9月10日には、国立ソウル秋田大院9月定期音楽会ドゥン、登場というタイトルで、 定期音楽会の日程を告知した。17日にテミン、リッキーなどと歌唱している姿が公開された。9月26日に休暇に入り、除退日である11月14日まで復帰することなく除退する。2021年11月14日に除退予定。2017年ケーブルテレビドラマアワード、プロジェクトグループ。 ビッグビューンビートビーでのイベントの掲載についてはビートビーイベントを参照。ビートビーでの雑誌の掲載についてはビートビー雑誌を参照2017年ケーブルテレビドラマアワード。ありがとうございます。